ヤカさんはホークスだったら出番がありましたね、解説。残念って感じですね。あのベオプリンです。はい、この相性 T さんどうですか。この相性もう語るまでもないんですけどですね、まあ、ベヨネッタ有利なんですけど、はい、ベヨネッタのコンボが、まあ、非常に難しいんですよ。なるほど。あのプリンの、眠るが、なんか無敵があるんですけど、なんかめちゃめちゃ速いですよね。めちゃくちゃ速いし無敵あるし、で逆にベヨネッタがコンボを見せてしまうと眠る確定の場面が存在して、なんか上めっちゃ上の方で眠るを食らうっていう最悪なことになるので、確かにベヨネッタにも連動が求められる、そんなカードですね。今のところ立ち回り見てると対空の狙っていく意識が高いですよね、黒選手は。そうですね。おお、銃をかいくぐって送らせて逆にリターンを取りに行くのは黒ふーと有名なやつですね。有名なやつですね。さあ、あれに当たる黒ではないでしょう。さすがに落ち着いてますね。さあ、拒否の構え黒、これを完走できるか。まあね、もちろん台を経由してうまいですね、今中央台に着地していった。ステージを生かしていく空一つ。ここまでは圧倒的黒、落ち着いてますね。もう黒のね、その強みといえば、はい、ロジック的な部分があると思うんですけど、はい、まあ、北使い理系しかいないんで、はい、理系しかいないは言い過ぎました。理系しかいないわね。北三重士がね、逆に激痛を狙っていく。上見横見からの大人に切っていきますね。余計なリスクが背負わない、ね、ここで仕留めに行く必要はないんだと。有香さんがずらしでそれを狙ってるまでありますね、はい、2段目の上 B とかを当てやすい場所にずらすことで、なるほど、眠るで、割り込みやすい展開を作っていると考えますね。さあ、ベクトル変更追って横 B の判断も完璧。上 B、 さあ、黒理論完走できますかね。完走できるでしょうか。さあ、この展開だともう銃の弾、バレットクライマックスじゃないや、バレットアーツか、バレットアーツだけでもかなりのプレッシャーですよね。そうですね、もうパーセント食らいたくないですね。軽いのがこのプリンというキャラクター。さあね、崖際の歌を警戒して後ろに引いてるのを見て、はい、余計に崖を使わずジャンプで崖に登っていくアリカプリンですね。そっちの方が戻るのは早いですからね。これにリスクをつけたいんだったら歌をちゃんとお前警戒しろよと。そうですね、そういう風にタクを作っていく。空中後ろを押し付けマン、バックターン。しかしラインがなくなってきましたが、ライン回復簡単ですね。はい、さあ、掴みは食らって OK、 そんな感じでしょうか。そうですね、投げバーストがないキャラクターなので食らって OK という考えでしょう。さあ、まさしクラウドを倒し、タケラリを倒し、ここまで登ってきたアリカプリに対してしっかりと落ち着いてますね。俺がスマブラ4を教えてやるという感じですか。そうですね、このキャラクターを見ろって感じですね。スマブラ4はベヨネッタだと言わんばかりの空中シロでした。さあ、それに対し、そうですね、アリカさんサブキャラでマルスを持ってますね。しかしもう迷いはないと。迷いなかったですね、今。これが俺のキャラなんと、相性なんぞ知らん、俺が覆してみせるっていう感じですか。かっこいいですね。さあ、それに対して違うんだと、そんなもんで相性は覆らんぞと、俺が相性を教えてやるぞというクロー。ダッシュコイからクマを一つ。さあ、ここまでは対空卓とベヨネッタのは拒否の豊富さで黒選手が安全に進めている感じですよね。そうですね、リスクをなるべく背負わないと。ここで有香選手が、はい、崩していくにはどういった工夫が求められていくんですかね。そうですね、やっぱりベヨネッタの技って、はい、まあ、後付きが少ない技が非常に多いんですけど、はい、ですけどこのゲームのガードの仕様としてジャストガードをするとガード…ガード解除が、いや、これ、そうでしょ。あれは横ビューじゃなく上ビ横ビーとすることで復帰距離が伸びるんですよね。そうですね、足で掴みに行けるという、まあ意味わかんないですけど言ってること、うん、足で掴むっていうのは非常に意味わかんないですけど。ジャストガードを狙っていきたいですね、プリンとしては。もちろんジャストガードでそれが出し替えが確定するかどうか微妙なラインなんですけど、そうやってユリフレームを取っていくしかないですよね。そうですね、やるしかねえって感じですね。そうですね、もしくはまあ相打ち取っていくかですよね。そうですね、出し替え、こういう割り切った選択肢も必要になるでしょう。空中のラリーは空中しろ、着地で合わせていく。ストック先行していく。ストック先行ありか、先ほどとは全く違う試合展開になりましたね。黒選手としても前に出ることが求められる、そういう感じでしょうか。空中から反転したけど丁寧に、しかし落ち着いてますね、黒選手。そうですね、焦って前ダッシュをしたりは全然してないですね。下今日リーチ差を使う、飛びたくなるところ、反転したけどから空中撃墜するのかよ。
0%、 貫禄の黒クエ単発臭かったな。 9% なんですけどね、もうありがたい 9% に見えますね。そうですね、値千金って感じ。プレイヤースキルで取った 9%、 そういう感じです。ウェビ横 B からの着地に対してダッシュは見てからウェビー OK としっかり見てますね。ウェビーに対してあのクエで半角取れるんですかね。厳しそう。しかもプリンそんなに早く舞い上がっていかないですよね。早く舞い上がらないし、クエもそんなに発生早くなかった気がしますよね。しっかりゆっくりねえ、はい、右から左へみたいな感じですよね。ゆっくりクエしようみたいな。下京クエクエ狙うベクトル変更がいい。下京難しい、コンボには付き合わんと。そうですね。さあタックスライドしたければ、タック負けしないのならリターン量が少なくても問題ないだろうという感じですよね。そうですね。20% も食らっちゃいけないという考えはあるんでしょう。さあもう 20% ほど取れば圏内ですね。プリンですよね。はい。あ、空中後ろで軽すぎたー、撃墜。空中後ろで撃墜しちゃうのかと一で。黒理論。なんか結構辛かったらしい。まあそうでしょう。いつもホックスで攻めてたプレイヤーがあそこまで徹底できてましたからね。精神的なきつさはあったでしょう。まあ安心したと思います。ケンツ向こうでやってますね。ケンツ熱いですね。いつものって感じですけどね。いつものなんですけど、舞台がいつもではないですからね。そうですね、ファイナルの梅村でケンツですよ。しかしアリカプリン見せるだけ見せてくれましたね。そうですね、